皆さんこんにちは。イミックスグループの代表をしておりますワーホリ社長の浜野正樹と申します。昨今緊急事態宣言により外出の自粛があったりすることがありますので、今回ですね、普段カウンセリングを対面で行っておるんですが、なかなか対面でいらっしゃることができないということで、こういったビデオを作成させていただきました。よろしくお願いいたします。はい、イミックスはですね、他のスクールと全然違うのが、英語でできるのは当たり前で、英語を通じて世界と立ち続ける自信を形成するという構想となっております。2005年の開業以来、延べ4万人以上の方が利用されまして、経営者の方であったりとか、医者、会計士、弁護士の方、もちろんサラリーマンの方もいらっしゃれば、主婦の方もいらっしゃいます。小学校で入って大学に卒業する方もいらっしゃいます。トイックなんかですと700点、800点とですね、東大、京大あります。はい、その方たくさんあるんですけども、ここでですね、一番重要なことって何だと私がいつも問題にしているのは目的です。というのは、例えば来月海外赴任してみたいっていうと、趣味で英会話をやりたいっていう方ですと、当然やることが異なります。ですのでカウンセリングをさせていただくっていう感じなんですが、今回ちょっとビデオなので、最大公約数ですかね、最大公約数、そこのだけをご案内させていただきます。ですので、これをまず目的がはっきりしていないと、こちらの方としても案内がなかなか難しい。最大で4人まで、まあ、今ですと、ね、3人までとなりますので、あとは1対1のレッスン、キッズレッスンですと通常6人なんですけども、今4人でやっております。ほぼオンラインでやっております。はい、でそれに加えて対面のレッスンも行うんですけども、これでですね、もう大体も東大京大でやったりとか、トイック英検もそうなんですけども、取ることはできます。はい、でも私たちが目的としているものというのは、英語はできるのは当たり前なんですね。なぜかというと、英語というのは目的ではなくて手段だからです。いいですか。例えば日本語はできますって言ったところで、これ自体に別に、これは手段じゃないですか。具体的に日本語ができて何をするかなんですね。日本の場合だと英語ができない方が多いので、英語ができることそのものがあたかもすごい能力のような感じするんですけども、実際とこれは手段であります。はい、ですので、ここの先ですね、アドバンスコースというのは先ほどの資格取得のコースになります。1年以内で3ヶ月でトイック200点上げたいとか、半年でそうですね、まあ、英検2級受けたいとか、英検11級受かりたいという方に対してのアドバンスコースがあります。で、この先のコースですね、イングリッシュウィズコンフィデンス、英語に自信をという形なんですが、最初がまずブレイクスルーコースになります。はい、でこのスタンダードコースでもう結構なんですけども、ここからさらに行きたい。やっぱりですね、自分の投資する、自分の人生を豊かにするっていうのにおいては、自己投資をしなければ絶対ダメなんですね、これ。そう。正当な代価の先払いって結構重要なんです。一番わかりやすいのは、赤ん坊です。親が子供を産んだ時に、何も見返りを持たないで世話をするわけですよね。何かをもらえるから世話をするっていうわけではないんですね。そう、無償の愛を提供していくわけです。食べるものであったり、着るものであったり、住むものであったり、他にも教育っていうものをこう投資していくわけですね。まあ、それと同じなんですけれども、自分の人生、今の人生をより良くしたいんであれば、何か変えなければいけないわけですね。今の延長線上に成功がもしあるんであれば、それに越したことは当然ないんですけども、ほとんどの方っていうのはそういう習慣がないので、そうならないです。ですので、本を読んだりとか、セミナーを受けたりとか、まあ、こういうイミックス来ていただいたりっていう形で人生を豊かにしていくってものなんですが、ここで重要なのが、今までの価値基準でそのままやっていってはダメだということなんですね。わかりますかね。これすごく重要。なぜかというと、その人の決断って何で決めるかというと、
今までのその人の経験ですよね。今までのその人の経験、体験から得た情報をもとに決断をしていくってことなんですね。ですので、ここをやっぱり変える必要があるんです。なんでかというとですね、英語は難しいと思い込んでいる方が非常に多いってことなんです。なぜかと言ったら、周りの方ができないからなんです。ですか？周りの方ができないから自分ができないのは当たり前と思うわけですよね。私自身、自分が子供の頃って車が家になかったんです。で、その頃マイカーの所有率って 86% ですかね、世帯の所有率あったんで、まあ、他の友達の家にはまあ車があるわけですよね。で、そうすると、車を乗る機会っていうのは当然あるわけです。で、そうするとですね、そういう子供たちが大人になった時に、運転免許を取ろうというふうに考える時に、まあ、私も運転免許持ってますけれども、やはり、車に乗ること、運転することに対して馴染みがないものですから、取れるかな、どうだろうっていうふうに思うわけですね。ところが、まあ、例えば田舎のところで一人一台あるようなところなんかですと、もう皆さんみんなが車を運転してるわけですので、これは当たり前なわけですよね。そうするの。だからこの前提ってすごく重要なんですね。なので、英語ができない人が多いっていうことは、やっぱりそれが当たり前だっていうふうに思うわけですよ。ね。ですので、そこのまずね、ブレイクスルー、既成概念を壊していくっていうコースがまず行います。ブレイクスルーコース。で、その次ですね、パワーコンサルコースです。先ほど言ったのは、英語ができるのは当たり前なんですね。英語ができることによって、世界で対峙できる自信を形成していくってものです。で、自信を形成することによって、3つの力を得ることができるんですね。それは、人間力であり、仕事力であり、最後にモテ力。この3つなんですね。英語ができる方とモテる方って結構共通しているんですね。だから逆もそうなんです。だからモテない方とできない方って共通しているんですよ。これ同じなんですね。はい。ですので、このパワーコンサルコースですね、これ内面の部分に入るんですけど、内面の奥深いところと、あとはですね、外面、外見ですね、いわゆる。服であったりとか、そういったところを指導するコースになります。はい。で、その次が総括ですね。そのまとめを体系化していくってものになるんですけども。で、その次が認定講師。こちらはですね、私もそうなんですけども、2003年から2004年まで私カナダに1年間行って、で、2005年の28歳からやって、今2020年ですので、15年になるんですね。で、一応私は英語できますけども、ただ自分ができるっていうのを独り占めするのではなく、その情報を一人でも多くの方に分かち合っていくっていうことがすごく重要だということに気がついたんです。となった時に、私って私しかいませんので、まあ、せいぜい会える方って限られるわけですよね。そうなると、同じような思い、共感してくれた方を一人でも多く増やしていって、こういう価値ある情報を皆さんに伝えていきたいと思うんですね。これものすごく重要な話になるんですけどもね。まあ、このまでになります。はい。この先はまた、まあ、この時にまたお話すればと思うんですけども、つまりまあ、EMIXのカウンセリングは最初としてですね、まず目的は何なのか。ね。で、次に重要なのは何かというと、いつやるかということなんですね。いつやるか。いつやるか決まってない人ってやらないんですよ、これ。目的、目標、そういうものが達成できない方なんですね。いつやるかが決まってなければできないんです、物事って。弊社では海外留学のね、サービスを行っているんですけども、なんかなんとなく海外留学をされたいって方結構いらっしゃるんですね。ただ、じゃあどこ行きたいんですか？特に決まってない。いつ頃行くんですか？って決まってないって言ったんですよ。で、そうすると、私としてもこれ、アドバイスのしようがないんですよね。なぜかというと、場所が決まってなければ当然、学校も申し込めませんし、ホームステイも決まらないし。いつってこれ重要なんですね。このいつかっていつ誰が決めるかってことなんです。そう。これはですね、EMIXに限った話じゃないんですけども、例えばご入会する前の段階で、続けられるかどうか不安ですっていう方っていらっしゃるんですね。じゃあ、この続けられるかどうか不安って続けることを決めるのは誰かってことなんですよ。これ自分ですよね。例えば、高校に入学した時に、高校って義務教育じゃないですから、
単位を取らないと、単位というか赤点だと留年するわけですよね。ところが入学のした時に、いや単位赤点取れないで卒業できるのが不安ですって私思ったこと見たことないです、そんな方。ってことはどういうことかというと、これはやると決めてるってことなんですね。だって入る時にやめようと思って入る人いませんからね。そう、やるって決めているのは誰かっていうと本人だってことなんですね。ですのでこれはいつやるかっていうのはものすごく重要です。ここが決まらないとダメです、絶対。なんとなくでもいいですよ、なんとなくでもいいんですけども、最終的に誰がやるかってことなんですよ。最終的には私でもないですし、インストラクターでもないですし、最終的にはご自身だということになります。あともう一個ですね、ご案内します。これはね、ほとんど触れてない方のところが多いんで、イミクスは明確にさせていただきます。よくですね、特にキッズクラスなんですけども、半年ぐらい通ってどれぐらいできますか、どれぐらいになるようになりますかっていうふうに言う方っていらっしゃるんですね。これね、見にくいからしょうがないんでしょうけども、これはピアノとか水泳に例えるとすごくわかりやすいと思います。例えば鍵盤を触ったこともない子が半年でですよ、どこぐらいになるかっていうと、ショパンコンクールで金賞取ったりしないわけですよね。まあ、せいぜいブルクミューラー、ブルクミューラーいかないな、まあ、バイエルですかね、半年ぐらいでしたね、通常でしたら、だと思うんですね。そう、なので目的は何かって重要なんです。例えば水泳にしてもそうです。オリンピック選手にさせようと思って水泳のスクールに通わせるんであれば、週1回のレッスンでオリンピック選手にはなりません。ピアノもそうです。週1回の例えば30分とか1時間のレッスンをただ受けてですよ、家で何もしないっていう状態で、じゃピアニストになるかってならないわけですよ。ところが、英会話の場合はなぜか、こう通ってて、ね、どれぐらいネイティブなりになりますって、これは、半年とか1年でネイティブ並みになるっていうのは、鍵盤を触ってない状態でショパンコンクールで金賞取るようなもんですからね。それは非現実的だっていうのはわかるかと思うんです。ただ、別に、例えばピアノを習わせるにしても、みんながみんな別にピアニストにさせようと思って習わせてるわけでは当然ないわけですよね。大多数はそうだと思います。で、ごく一部の人はね、まあ、ともそういうふうにやってると思うんですけども、それは全然問題はないわけです。なぜかというと、目的が違うからなんですね。ですので、今回、まあ、キッズも大人もそうなんですけども、この目的っていうのによってやることってだいぶ変わってくるということになります。はい、ちなみにですね、皆さんよく日常会話っていうのはですね、やりたい、できるようになりたいっていうのなんですけども、まあ、これも、ね、イミキさんも完全に定義付けしてますのでね、自分から言うってことですね。言われたことがわかる、分かったことに対して答えることができる、その次で自分から言うことができる、ここまでですね、ここまで行くといわゆる日常会話ができるというレベルになります。で、ここでのポイントは、テキストが読めたら、テキストが理解できればではなくて、テキストのない状態でその状態言えるかっていうことなんですね。はい。ですので、このまあこの目的っていうのはこれ人によって違いますので、これがいい、これが悪いというわけではないんですが、そこを明確にすることによってカウンセリングをさせていただいて、それでこの方に合ったものをご案内するという、まあ、こういうプランなんですね。で、中にはですね、もう安くやりたいとかいう方もいらっしゃいます。で、そういう方は私は YouTube 無料で出してますので、そっちご覧ください。それでいいです。で、そうでなくて、やはり物を何かを対価を得るには正当な代価の先払いってやっぱ必要になりますので、これもそう、もう柔軟にやってるんで、もう結果出てるんですよね。お金に出し止めするっていうのは、自分に対しての自己投資をしないっていうことなんですよね。有料には有料なりの理由があるわけですよ。無料なら無料なりの理由があるわけなんですね。ですので、まあ、そこはね、人の考え方なんで、私がとやかく言う話ではないんですが、弊社も会社でやってますので、無料で提供するっていうことは、レッスンではちょっとできないので、YouTube で無料の動画流してますので、そちらを見て活用していただければと思います。はい。ですので、まあ、その正当の代価、まあ、そんなものすごい高い金額じゃ全然ないんですけれども、見て、スタンダードコース、アドバンスコース、まあ、発音コースもありますけどね。で、ブレイクスルー、パワーコンサル、総括、認定講師と。で、ここの講座ですね、イングリッシュ・ウィズ・コンフィデンス講座っていう形になってますのでね。はい。英語に自信を。まあ、これもね、細かい話は、例えば、まあ、この前もね、アマゾンで初登場1位取ったんですけども、メンタルブロックを外すと英語を話せるんですね。こちらをご覧になっていただいてもよろしいかと思います。はい。
ですのでね、この目的っていうのがものすごく重要になりますので、今ちょっと通常ですとね、カウンセリングをして、まあ、ご入会ご提案してご入会するって形を取ってるんですけども、なかなかね、外出ができないっていう方もいらっしゃいますので、ちょっとこういった簡単なビデオを作成させていただきました。もしですね、イミクスにご縁があるようでしたら、一緒のご縁とさせていただきたいと思います。本日はご清聴ありがとうございました。